宮3点リードのまま前半を終えました。得点差はありますが、実に白熱するいい試合です。どうしたというのだ、野坂。お前の力はこの程度なのか。アレスクラスターの頂点に立つお前が許されんぞ。3-0。この結果がどういうことかわかるな。ネットにこう書き込まれているぞ。実にいい試合だとな。ライオンが猫といい試合をするか、蛇とカエルがいい試合をするか。お前たちは崇高なるアレスの意向に傷をつけるつもりか。凡人相手に何を手間取ってる。お言葉ですが監督、聖書イレブンは凡人なんでしょうか。なんだと。野坂さん、まあいい。とにかくあと7点は取れるはずなんだ。分かったな。分かったらさっさと行け。はい。凡人はお前だ。俺はあいつらに、あいつらにだけは負けるわけにはいかないんだ。皇帝の苦悩。さあ、後半に入っても全攻め続けています。去年の敗北を乗り越えて雪辱を果たそうというのか。そろそろ本番といこう。残念だけど完全に包囲したよ。空中戦法か。すごい、これがゼウス中。さすが去年の決勝進出校だ。ああ、ゼウスはより対空戦術に特化したようだな。ああ、アフロディはやっと自由になれたんだ。まるで本物の翼を得たかのように。そうだな。アフロディを止めるんだ。俺に任せてください。俺がライモンを倒す。新世代の力見せてやるぜ。天空の刃。からの先制点。大丈夫だ。追加点を許すな。はい。ロッドナウス、インパクト。追加点。その勢いは止まらない。来るぞドンジ、俺たちの見せ場だ。 DJ やる。どうですか。若いな、新人か。ファイヤートルネード。ゼウスの守りは正攻法では破れません。ファイアトルネードは枠外に打ってください。ああ、枠外。ミスキックか。ファイヤー弾道補正。それ技だろ。なんと外れるかと思われたファイアトルネードを老人がゴールにねじ込んだ。ライモン、立て続けにゴールを決め、ついに同点に追いついた。今のライモンは強い。いい試合になる。ああ。デスクレーター。ブルー。なんとかしのいだが、攻められる一方だな。ムカつくぜ。何をしている。今のは得点できた。ディフェンスの勢いがすごくて。言い訳は聞かない。求めるのは結果だ。何をそんなにイラついてる。俺たちがまるで負けてるような雰囲気じゃないか。岡野先輩は能天気ですね。
何？この結果は王帝月の宮にとって負けているにも等しい状況。こんなことでは。さあ、同点で迎えるアディショナルタイム。なんという素晴らしい試合でしょうか。両者の激しい攻防。行くぞ小僧丸。おう、キドカーのゴーエンジの技。あいつらいつの間に。右サイドへ。ライモン中隊ゼウス中、ここで試合終了です。一進一退、まさに名勝負。試合は3対2でライモン中に軍配が上がりました。負けたのか僕たちが。そう負けてしまったな。ああ。やっと分かった。本当に大事なことは勝つか負けるかじゃなかった。負けることで得られるものだってあるんだ。なんでだろう、気持ちいい。アフロ君は幸せそうな顔をしてるわね。負けたのにですか。勝ったわよ。本当に勝たなければならない戦い、自分自身との大決戦にね。キャプテン、俺たちこれからどうするんですか。決まってるだろ、サッカーをやるさ。さあ、また練習だ。王帝月の宮の試合はまだやってますね。じゃあ見に行こうよ。そうだった、こっちより1時間遅く始まってるんだったな。じゃあ急ぎましょう。皆さんへの青春学園ハイザキ、強引に切り込んでいくぞ。必殺シュートが王帝月の宮のゴールを襲う。王家の盾、止めた。青少学園の攻撃はことごとく潰されていきます。しのいだ。この程度ゴールを許すことなどありません。しかしなかなか敵も食い下がってきますね。ああ、予想外だ。野坂さん、グリッドオメガで一気に型をつける。いいんですか。あれは禁断のタクティクス。目的達成のためには手段を選んではいられない。僕はこの大会で結果を出さねばならないんだ。わかりました。それが野坂さんの決断なら俺は全力でやるまでです。ああ、あなたがいなければ俺は人間に希望など持てなかった。あなたに最後までついていく。西影さんに逆らうとどうなるか分かったが。もういい、行くぞ。西影さん、この辺の島も骨のあるやつがいなくてつまんなくなってきましたね。ああ。あれ、やばいっすよ。見てください、女の子が。おい、バカな、何をする気だ。あいつ、あんな火の中に。西影さん、あれ、あいつ、正気か。おい、こいつ、バカっすかね。何なんだこいつは。
バイバイ。施設にいるのか。ああ、家族がいないわけじゃない。でも多分僕が死んでも誰も悲しまない。だからって無茶だろ。もし僕があの子を救うことであの子の未来が生まれたんだとしたら、僕の存在した意義があったことになる。存在した意義だと。僕の存在が世界を変えたんだよ。それってすごいことだって思わない？そうさ、俺は決めたんだ。あの人と一緒に世界を変えると。よかった、まだやってる。聖翔学園が負けてる。信じられんな。どちらもランキング上位なのに聖翔が一方的に負けるなんて驚きですね。それほど王帝月の宮は強いということなのか。そんな、灰崎が負けるはずは。やるぞ、やるんだ、やるんだ、やるんだ。ブリッドオメガ、フェーズ1。フェーズ2。聖翔学園の選手が空中に持ち上げられた。あ、なんだこれは。タクティクスなのか。フェーズ3。これはなんということでしょう。ここまでだな。あ、監督。試合終了。聖翔学園が試合の棄権を申し出たため、この試合は王帝月の宮の勝利となります。こんなことがあっていいのかよ。あんな奴らが。くっそー。あれは何なの？君か。あれがあなたのサッカーなの？そうだよ。どんなことをしても結果を出すのが僕のサッカーだ。野坂君、あなたはどうしてそんな。野坂さん、行きましょう。ああ。勝者の喜びは味わえたか。野坂、貴様どこまで腐ってやがる。腐っている？腐っているのは僕じゃない、この社会の方だ。なんだと。知ってるかい、世界のどれだけの子供たちが孤独な思いをしているか。親を知らない者もいる。親の元にいたとしても一人で家に放置され、一人ぼっちの食事をする者もいる。大人たちは子供への愛よりも出世のかかった馬鹿試合にかまけているんだ。その犠牲となった子供たちはまた同じような大人へと育っていく。現代社会は人の心を失ったループの中にあるんだ。だから変えねばならない。それを変えるのがアレスの天秤だって言いたいのか。そうだよ。優れた人間は全てを手にできる。富も名声も人の心ですらも。しかしアレスの天秤は多くの犠牲者を出している。心を壊され自分を見失った者もいる。そんなことが許されるかよ。なら聞くけど、君の言う犠牲者が確実にアレスの天秤が原因だって言えるのかい。何？そんな不確定なことで社会を変えるかもしれない未来への希望を諦められると思うのかい。どんな画期的な薬だって新しいものにリスクはつきものだ。もし君がアレスを潰したいというのなら、決定的な証拠でも見つけることだね。野坂、貴様！よせ灰崎。決定的な証拠。奴はなぜあんな言い方をしたんだ。知るかよ。俺、負けちまった。お前をこんな目に遭わせた奴らに。
クソ。あかね、お前。あ、アンナさん、ちょっと頼みたい仕事があるんですが。すいません、今日はちょっと用事があるんで失礼します。お先に。お、また明日。むむむむむむむ、やはりあの噂は本当だったんですね。お、どうも最近いけないお友達にアンナさんがたぶらかされようとしているらしいんですよ。え、いけないお友達って？それはもう怖いお兄さんたちとか、いかがわしい目的で近づいてくるおっさんとかも。そんな、アンナさんが心配です。あんなことやこんなことやどんなことまで。監督、俺ちょっと行ってきます。はい、いらっしゃい。ここは王帝月の宮中。野坂くん、君はライモンの帝アンナよ。もちろん覚えているよ。それでアンナさん、なぜここに？君にとっては敵のテリトリーだよ。それは聞こえづらいな。アンナさんは野坂に会いに来たのか。じゃあ監督の言うアンナさんをたぶらかそうとしてる輩っていうのは。大体の状況は分かった。君は僕に好意を持ったってことかな。そんな、違う。じゃあ何だい？あなたはあんな試合をする人じゃない。君は僕の何を知ってるって言うんだい？それはあの時あなたは苦しそうだった。あなたの心は叫んでいた。偽りの自分でいなきゃいけないことに押しつぶされそうになってた。私にはわかる。あなたは稲森くんたちと同じサッカーが大好きな人なんだって。サッカーが好きか。君は見かけによらず面白いんだね。いいさ、僕のことを少し話そう。僕の状況はそんなに単純じゃないんだ。僕の母は子育てに疲れ心を病んでしまった。父も仕事が忙しかったため、僕は英才子供センターという育児施設に預けられた。両親の言い分は僕に一流の教育を受けさせることだった。でも実際は僕が邪魔なだけだった。そんな、親が子供を邪魔に思うわけない。君は健全な家庭に育ったんだね。英才子供センター、そこがアレスの天秤によって子供たちを育てる施設だったんだ。そこにいる子供たちは僕のように社会の枠から弾き出された子供たちだった。僕らはこの社会がどれだけ荒んでいるかを知らされ、それを変える必要があると教えられた。幼少期よりアレスの天秤によって計算された教育を受けることで、高い能力を持った高レベルの人間になることができるんだ。努力し時間を犠牲にして働く者たちと違い、余裕を持った生活を送り、自分にも家族にも時間を割ける。アレスの天秤はそんな人間を作り出すんだ。彼らならきっと子を愛し家族を愛することができるだろう。だからあなたはあそこまでアレスの天秤にこだわって。でも僕にはタイムアップが迫っている。僕は脳腫瘍と宣告された。僕が世界を変えるためにはあとわずかな時間しかないんだ。僕はそれまでにやり遂げてみせる。どんな手を使おうとね。だからあなたはあんなに。